皆さんこんにちは、ティアラコンシェルジュの伊藤幸です。普段はですね、ティアラを作ったり、あとティアラを教えさせて、ティアラの作り方をの教室をさせてもらってます。で、最近はですね、ウェブデザインも始めまして、教室の先生向けにホームページを作ったりとか、あとホームページのデザインをさせてもらったりしております。よろしくお願いします。今日は高橋貴子先生について少しお話しさせてもらおうと思います。で、お話しするポイントは4つあります。当時私が抱えていた悩み、あと貴子先生の信頼できるポイント、あとコンサルをお願いしようと思った決め手で、他の方におすすめするならどういうところっていう、そのポイントですね、おすすめポイントっていうところ4つのテーマでお話ししようと思います。で、まず開業当初の悩みなんですけれども、私はまだ起業して1年経たない、あの起業新参者なんですけれども、貴子先生に会った時に本当に悩んでいたのが、自分はチャレンジしたいんだ、ちょっとやりたいことがあって、好きなことがあってチャレンジしてみたいっていう、その自分の人生と、あとそれに対する家族の反対っていうのがあったんですね。で、私はもう結婚していて、で子供も2人いて、でサラリーマンをずっと続けるつもりでいたので、家も買って、でローンも払っていて、でサラリーマンの時には、一応管理職っていう立場で仕事をさせてもらってたので、それなりにお給料ももらっていて、恵まれたというか、普通に考えるとあまり非の打ち所のないような人生を送っていました。でもどうしてもなんか自分の人生の中でチャレンジっていうのをしてこなかったので、いつも何かこう理由をつけて諦めてきたので、そのチャレンジしたいなっていう気持ちがすごく湧いてきたのが38歳とか7歳とかそういう年でした。でもそんな中で、チャレンジしてみたい自分っていうのと反対する家族が、やっぱりその家族の人生も支えていかないといけないし、で私の人生だけじゃなくって、主人のことも幸せにしないといけないから、そのみんなが幸せになる方向で自分もチャレンジできるっていうのはどうすればいいんだろうっていうのはすごく悩んでいました。そんな時に先生の本を手に取って、そこからこう先生のセミナーに行って先生にお会いしたっていう感じです。でちょっとこのコンサルをお願いする決め手の部分を先にお話ししますけれども、そんな時にお会いして、でコンサル前からコンサルしてくださったんですね。これちょっと意味が分かんないかもしれないんですけど、先生にコンサルをお願いしようと、悩んではいたんですけれども、でもまだ決めてなくって、ただ自分はこういう状況、家族の反対も受けてるけどチャレンジしたいと思ってる状況だったので、そんなお話を先生にさせていただいてたんですよ。でその時に、どういうふうに旦那主人を説得していけばいいかとか、あとこういう資料をまとめてくださいだとか、あとこんなふうにお話をご主人としてくださいっていう形で、そのビジネスを始めるための土台作り、主人をまず説得するっていうのが私の土台だったので、その部分をすごく親身になってアドバイスくださって、なおかつですね、こういうの作って、こういうのしたら一回私に提出してください、私っていうのは先生です、貴子先生に提出してくださいっていう感じで、もう完全にコンサル全然お願いするって決めてなかったんですけど、その提出なりをさせてもらっていたアドバイスもらって、でその通りに行動していたところですね、主人が折れてくれてというか、応援してくれる気持ちになってくれて、今私はこの場に立つことができてるんですよ。だから本当に最初の出会いと、その時抱えてた悩みから、先生にアドバイスもらって、でやっぱりこうついていきたいなっていうふうに思って、コンサルをお願いすることにしました。で一番先生の信頼できるポイントは、誰に対してもいつどんな時でも言ってることがぶれないんですよ、変わらないんです。例えば会社の上司とかだったら、
あの上にはヘコヘコしてて、あの人にはこんなこと言ってたけど私には違うこと言ってるとか、あの時ああ言ってたのに今違うこと言ってるっていうのってすっごくあるあるじゃないですか。でそんな環境の中で、育ってきた、15年間育ってきたので、いつも誰に対しても言ってること同じっていうのがすごく信じられなくって、最初は信じられないっていうのはすごいっていう意味です。ただそこが本当に信頼できるというか、で結果を出しているコンサルメンバーがすごく多いので、この人たちにも私にも同じことを言ってくれてるんだ、じゃあ私も同じように行動していけば小道は開けていくんだっていうことをすごく実感できる、あのそんな環境におりますので、そこがあの信頼できるポイントかなっていうふうに思ってます。で、最後おすすめしたいポイントなんですけれども、なんだろう、仕事をしているとやっぱりしんどいこととか、いくら自分の好きなことでチャレンジしてるって言っても、あ今日はちょっとしんどいな、乗らないなとか、あのこれやるの嫌だなみたいな、そういう気持ちになってしまうことがあるんですよ。で私もやっぱりあって、すっごく明るく楽しくやってるつもりなんですけど、でもなんかちょっとこう気持ちが入っていかない時とかあるんですけど、そんな時には高子先生の YouTube の動画とか、あと、まあ、いろんな時にコンサルメンバー向けに動画を作ってくださったりするので、それを見るんですね。で見てるとなんか先生楽しそうなんですよ。でその楽しそうな先生とか、先生もめっちゃチャレンジされてるんで、その先生自身のチャレンジを間近で見てると、あ自分もやんなきゃっていうか、むしろやりたいっていう風に気持ちを持っていけるんですね。だからやらなきゃやらなきゃ、あこんなのしなきゃ、あどうしようってなるんじゃなくって、あやりたいやりたい、これもやりたい、あれもやりたいって、すごいやりたいことがいっぱいになって時間がないみたいな、そんな感じなんですけど、すごく前向きにやりたいっていう風な気持ちにさせてくれるところがおすすめポイントだし、あと先生もそうだなんですけど、なんか自分がやる気ない時ってやる気ある人に会ったり、そういう人たちのなんかブログとかを読んだりするとすごく元気になるじゃないですか。でそんな感じで、なんかサロンメンバー、あのメンバーのコンサル生の人たちもみんなやる気いっぱいなので、そういう人たちと一緒に切磋琢磨していけるっていうのが本当におすすめのポイントだと思います。ちょっと一人だと落ちちゃう時でも、やっぱり頑張ってる人がいるから自分もあの頑張っていきたいって思えるっていうところがおすすめのポイントです。以上4点、お話しさせていただきました。皆さんの参考になれば幸いです。それでは